疲れ様です。ジョニーです。今日もギターチャンネル遊びに来てくれてありがとうございます。今日は、すいません、技術ってよりかはお話メインだと思います。考え方とか、理論っていうところまで堅苦しくないんで、どうか最後まで聞いていただければと思います。今日お話するのは8ビートの話。8ビート、初心者の方がギターを最初に買って、でコードも鳴らせるようになって、じゃあその次にどういうそのパターンっていうかリズムで弾こうかなっていうことになってくると思うんですけど、これはもう間違いなく最初にやるべきは8ビートだと思います、今日では。でその8ビートって言葉としては聞いたことあるかもしれないんですけど、実際何のことかってなるとあんまりそのちゃんと説明してできる人って少ないと思うんですけどね。8ビートの説明に入る前に、ビートってなんだろうって話をね、ぜひしときたいんですよ。まあ、結構そのビートだとかリズムだとかっていう言葉を割とそのごっちゃにして使いがちなんですけど、まあ、実際僕も分かってる人同士の会話だったらそういう風に一緒くたにして話しちゃうんですけど、ビートっていうのはそのリズムの取り方の中の、まあ、種類の一つなんですよね。今世の中に溢れている我々が耳にする大半の音楽はもうもはやこのビートが土台になっている音楽、ビート音楽ですね。まあそれぐらい僕たちにとってはその当たり前の存在になっているので、まあ今までこうあえて定義しなくても別に大丈夫だったと思うんですけど、ビートっていうのはすごくその規則的で、ミニマムなリズムパターンの反復によってできるリズムのこと、それをビートって言いますね。例えばクラシック音楽なんかは非常にビート感が希薄な音楽ですよね。曲の中でこうすごいテンポがこうコロコロ変わったり、リタルダンド、こうどん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 遅くなったり、逆にこうどん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 速くなったりみたいな、非常にビート感が希薄な音楽なんですけど、それに対して例えばそのアフリカの民族音楽でポコ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 とこう太鼓を全と延々叩きながらみんなで踊ったりしてるじゃないですか。でビートっていうのはそういう、まあ、土着の音楽に端を発しています。で世界各国に様々なビートが存在してる。で日本だったらもう皆さんあれのおなじみの盆踊りとかっていう、これもビートだと考えていいでしょ。っていうこれもビートですよ。立派なビートです。で、この世界各国にいろんなビートがある中でそのポップミュージック、こう体をこう揺らして聴く音楽とか踊りながら聴く音楽っていう需要が高まっていた結果、その土着の音楽であったビートっていうのがこうもう世界共通語みたいになっちゃったんですよね。で、今日お話しする8ビートはそのビートの中の一つです。で、8、この8っていうのは8分音符を表します。8分音符、4分の4拍子のこの1小節があったとして、これを8等分に分けます。その8等分の8分の1の、長さの分の音符、これを8分音符って呼んでて、これを、ずらーっと並べると 1,2,3 に対して 1,2,3,4 タッ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 っていう、リズムになりますよね。この、8分の刻みっていうのをベースに考えたビート、それが8ビートで、8ビートの中でもいろいろ種類はあるんですけど、まあ、代表的な例で言うとこのドラムで表すんだとしたら、とかベンチャーズとか初期ビートルズでよく聞かれる、みたいな、このチッツ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 ッっていうこの8分の刻み、これがいずれもベースになっているこのビートなんですけどね。なんで8ビートからじゃあその覚えた方がいいのかっていうと、現代のそのポップスのもうほとんどがこの8ビートがベースになってできてるからなんです。8ビートっていうのはポップミュージック史上もう最大の発明と言っても過言ではないかもしれない。で、その昔、1950年代に、まだロックンロールが出てくる前の音楽っていうのは、その、跳ねるビートが基本だったんですよね。その、体を揺らしながら聴く音楽っていうと。から、ドゥン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 、4ビートとか、ロックンロールの、これ元祖とも言われている、ビル・ヘイリーの、ロック・アラウンド・クロックっていう曲があるんですけど、
その曲でさえも、ダウン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 ダビートが出てきたんですよね。トゥトゥダンドゥ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 。で、これが、爆発的に世界に広まった理由は、まず、その、跳ねる感覚って、基本、結構難しいんですよ。かっこいい跳ね方を生み出す感覚っていうのは、やっぱりこれは、ジャズミュージシャンに黒人が多かったりするのと同じで、とにかく難しいの。跳ねる感覚が。で、その、8ビートっていうのは、だからそれ以外のその跳ね方がわからない人たちにとって、非常に都合のいい音楽だったんですよね。例えば、我々がこう音楽を聴いて体を揺らすときに、一回体を揺らすごとに、この、うん、この、予備動作が入るんですよね。うん、うん、うん、うんっていう。言ってしまえば、ワン、ツー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 で我々は、音楽を聴いてるわけ。で、このワンツーワンツーっていうのは、さっき言った8分音符のこの刻みと一致してるんですよ。タッ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 。だから、8ビートっていうのは、ものすごく、人々のリスナーに受け入れられたっていうことですね。で、16ビートっていうのもありますけど、ね、16ビートも結構多いって思われてるんですけど、本当の16ビートはなかなかないですね。16ビート風の8ビートっていうのがほとんどです。なんでポップスに関して言うと、ほとんどの曲が、基本は8ビート。で、よく、その頭拍と裏拍みたいな、表と裏みたいな感じで、言われてるの聞いたことないですかね。1、N、2、N、3、N、4、N っていうこの、N って今言いましたけど、1、2、1、2でも何でもいいんですけど、その、頭拍と、その、予備動作に必要な、この裏拍。で、この関係性を、表と裏っていう風に呼んでます。8ビートの中で、成立する概念なんです。この表と裏というのは。で、ギターをやる上で、このことを、知っておくことが非常に大事なので、この表と裏っていう、考え方、8ビートと合わせて、表と裏っていう、このことをですね、ぜひ、覚えておいてください。ね、具体的にどういう風にその弾き方に生きてくるかっていうのはまた動画を改めて説明したいと思います。今日はお話だけになりましたけど、お付き合いいただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。じゃあ最後に、今日覚えた8ビートに乗せてツッ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 、 Go Johnny Go でお別れしましょう。 Go Johnny Go 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 Johnny Go、 8ビート感じて Go Johnny Go